バハンはソマリア北東部にあるサナーグ地域所属の都市。2007年7月、プントランドから独立宣言をしたマーヒルの首都となったが、2009年1月に再びプントランドに戻っている。2019年8月にそれまでソマリーランド軍として活動していた一軍がプントランドに寝返り、以後はプントランドの影響が強くなった。 2019年のユニセフの報告書でも、バハンは、プントランドの扱いである。バハンは、海岸から南方1 0 0トルぐらいの位置にあり、海岸との間に、標高1 8 0 0ルほどのガルマド山脈があるので海は見えない。ソマリア内戦以降、バハンは避難民の流入により、規模が、むしろ拡大し、一つの病院、三つの高校、大学がある。バハンは、 主に四つの地区、クドロホ、中心街、周辺街、ニューバハンからなる。バハンは、ワルサンゲリ氏族にとっての政治中心地である。バハンは、都市として、急成長している。バハンは、ソマリア内戦前には、人口が1万5000に満たないどこにでもある、小さな町だった。しかし、ソマリア内戦後、サナーグ州は、比較的治安が良かったため、 国中から人が集まり、バハンの人口は2003年には9万2000、2007年には12万人にまで急増した。2005年のバハン地区全体の住民は5万5000人。そのうち都市部に住む人は7300人。2009年時点で、バハンには3つの小中学校、3つの高校がある。また、地元住民のみならず、 サナーグ州全体の人を対象とした、高科大学設立も計画されている。バハン地区で小学校がある村の割合は、2015年の調査では86%である。バハンにあるマーヒル大学は、国外避難で、アメリカのミネアポリスで暮らしていたマーヒル出身の、アブディラフマンヘルジ博士が出資し、現在学長を務めている。学科は教育学と、 情報工学であり、保険ビジネス、金融についても教えられている。人道支援団体のホーンリリーフがボラマに本拠を置いており、活動の一環として、牧畜指導者の育成を行っている。2008年時点で、語学学校が5校あり、アラビア語や英語を教えている。中でも、ラフォーレ英語学校とたわかる英語教育センターが、大きい。 バハンラスコレー道路交通は主に徒歩である。自動車を持つ住民は少ない。バハンはサナーグ州の中心都市なので、東のボサソと西のエリガボをつなぐ道路がバハンを経由している。また、北のラスコレーと南西のラスアノドをつなぐ道路もバハンを通る。道は舗装されておらず、整備も不十分である。バハンとラスコレーを結ぶ道路はゲールドラ道と呼ばれ。 9 5キロメートルある。舗装されておらず、水はけも悪い。バハンを出て、数キロメートルは、時々和地を横切る。その先は、カルマ道山脈を越える細い山道が6 0キロメートル続く。バハンにある仮設滑走路。現在はほとんど使われていない。バハンはかつて石油採掘調査が行われていたことも、あり、1980年代に作られた。 仮設滑走路がある。滑走路は町の中心にあり、南東方向に向かって作られている。長さ 2km、幅 65m である。ソマリア内戦直後の1993年から1996年にかけては、ソマリア南東部に住んでいたワルサンガリ氏族をこの地に避難させるのに使われていた。ただし排水口はなく、今は、 目印の類グイが草に埋まっており、路面も草と泥だらけである。さらには滑走路を横切る生活道路も日本ほど作られている。そのため、現在ではバハン空港はほとんど使われていない。地元 NGO による整備も検討されているが、まずは暗居の設置が必要であり、見通しは立っていない。バハン近郊で空港があるのはラスコレーである。 エリガボの空港もよく使われる。バハンには国外避難者からの支援で作られたサナーグ州で最も大きな病院がある。参加を含めて基本診療科目が揃った施設だったが、資金不足のため2009年2月から活動を停止している。大きな病院に行くにはバリ州のボサソにまで行かなければならない。 小規模な診療施設はあり、応急処置や簡単な治療を受けることができる。バハンに建てられた新しいホテルバハンの基本産業は、牧畜であるが、NGO 関連収入、地元企業なども重要である。農村部では、農業、漁業、天然資源の採取が重要な収入源となっている。町の外からの送金も、非常に重要であり、 生活が苦しい寒気には送金も多い。主要種族であるワルサンガリが、ディアスポラとして、ソマリランド、プントランド、ソマリア南部に数多く住んでおり、そこから送られることが多い。都市住民への送金が多く、農村部には少ない。サナーグ州の中央付近に位置するという好条件もあり、自然な成り行きとして、乳業などの小規模産業が、 盛んになっている。2009年には、イギリスのカーディフの人物が3階建ての新しいホテルを建設している。バハンは気温が高いため、観光は雨季の9月から翌5月が適している。街中には、コーヒーショップもあり、カートを扱っている店、インターネットカフェなどがある。ホテルやゲストハウスも豊富である。郊外には、 岩山や草原があり、珍しい動物や樹木が観察できる。バハンの北から西にかけて、ソマリアでは珍しく、緑に覆われたカルマドー山脈に囲まれており、中でも西方に見える、シンビリス山は、標高2450メートルで、ソマリア最高峰である。バハンでは、電話が使える。電話会社は、ボサソ日本社がある、ゴリステレソム社である。電話は、 優先、携帯電話と共に使え、コーヒーショップでは勘弁ながら、インターネットが使用可能である。バハン市は、バハン地区の一部であり、バハン地区は、サナーグ地域の一部である。サナーグ地域の大半は、ソマリランドが支配しているが、その中のバハン地区の大半は、プントランドが支配している。ソマリランド、プントランドの双方が、サナーグ地域知事。 バハン地区知事、バハン市長を任命している。一方で、町の主要氏族はワルサンゲリであり、その長がいる。1920年に、当時のワルサンゲリの長だったモハメドアリシレが、イギリスによって、国外追放されてからは、ワルサンゲリの気候に、若干の乱れがあり、ワルサンゲリ氏族に影響が、大きい長が何人かいる。 サルドンシジャドサルドンキャブディサロンサルドンマキシマオキャリ、シャイア町の主要氏族ワルサンゲリの長バハンに住んでおり、市長と表現されることもある。ただしアブディサランはあくまでも貴族であり、ワルサンゲリ氏族から崇拝を受けているものの、政治には直接関与していない。オブディラ・マハンモファタハ、スバーンキャブディレディーフマクスムドフェラックス、オキル・フィゼル・アブディラヒ・ファタハ。 フィゼル・ドヒア2012年2月にサナーグ地域の長老の立場でインタビューに答えており2007年にバルサンゲリ氏族が建てたマーヒル国についてプントランドからの独立は望ましくないとしており全体的にプントランドに好意的な回答をしている2013年12月当時プントランドの次期大統領だったアブディウェリ・モハメドアリがバハンを訪問した時 アブディサラン・マハムードは歓迎したが、アブディラ・モハムードは、ソマリランドへの内政干渉だとして非難した。キャリー・ズシーン・スモーリー2018年8月に、ソマリランドからバハン地区の知事に任命される。2019年5月に、プントランドに亡命。2018年の知事任命当時から、プントランドへの寝返りを疑われていた。2019年7月に、 プントランド大統領のサイード・アブドゥライデニから、サナーグ地域の知事に任命された。2021年2月に解任され、プントランド内務省の顧問となった。公認は、サイード・アフメド。マクスムド・ゾムド・キューマー2019年7月から。前任のアリフセインが亡命後しばらくソマリランドによる、バハン地区知事は空席だったが、その後に知事となった。 シジャド・アクスムド・ホマック・マクスムド2021年2月にアリフ・セインの後を受けてプントランドのデニ大統領にサナーグ地域の知事に任命された。キャブダリ・サック・アクスムド・チーズ2011年の市長として報じられている。2015年7月、デンマークの団体からバハンに暮らすイエメンからの避難民に支援物資が送られたため、バハン市長として状況を視察している。 2016年12月、バハン市長として、この地区の干ばつ状況を視察に来たプントランド議会の代表を歓迎。2017年11月、バハン市長として、プントランドの治安長官、プントランドの情報局長を歓迎。2019年4月、バハン地区のシャイミスに、プントランド軍の基地が作られることになり、バハン市長として、非公式に出席。 2019年9月、選挙により、市長の座を、アフメド・モハメドに譲った。アクスムド・マクスムド・ティミア2019年9月、選挙により、市長となった。アブデール・マムド・アブディ2019年6月に、ソマリランド・スタンダード市に、バハン市長として紹介されている。バハンの住宅地域この辺りは、水が豊富だったため、14世紀に、ソマリ族ダロッド氏族の氏族、 ワルサンガリが放牧地として利用していた。1860年頃には定地であるフベエラに集落が作られたが、雨季にはしばしば水害があった。1900年代の初め、サイードムハンマド・アブドゥラー・ハッサンがイギリス及びエチオピアに対して反乱を起こすと、ワルサンガリ王国もこれに同調した。ハッサンはバハンに鳥の建設を命じている。鳥の遺跡もあるが、 今日では、痛みが激しい。1970年頃に水害を避けるため、集落がフベーラーから、バハンに移された。1991年に、ソマリア内戦となる。2006年の戦闘が原因で、ワルセンゲリ氏族は、プントランドと距離を取ったが、ソマリランドにも参加せず、新たに、マーヒルという国を作った。ただし間もなく、 プントランドに吸収される形で消滅。2007年に、ソマリランドが、それまで、プントランド領だったラスアノドを占領し、それを機会に、プントランドソマリランド紛争が勃発。2008年2月、ソマリランド軍が、バハンに侵入。バハンの地元兵の主力は不在であり、抵抗なく占領できた。2013年5月、バハン市長のフィゼル・アブダラヒファタハと、 ソマリランド軍司令官がトルコからの支援物資の横領を行ったとして互いを非難。2013年12月、プントランド大統領がバハンを訪問。2014年3月21日、バハンにソマリランド軍が侵入。2015年10月、ソマリランドの選挙啓発代表団が当時のソマリランドの拠点の一つであるエリガボからバハンに向かったが、 その半分ほど東に行ったところでプントランドと地元警察に逮捕され、バハンの刑務所に一晩入れられた。2016年から2017年にかけて、バハン地区では干ばつとなり、郊外の住民の多くがバハンなどの都市部に移住した。2016年7月、翌年のソマリランド選挙の宣伝を行うため、ソマリランドの国防省がバハンを訪問。 2017年のソマリランド選挙で、バハンでは、ワダニ党が最も多くの議席を獲得した。2017年11月、プントランドの安全保障長官が、バハンを訪問。2018年1月初め、ソマリア連邦政府の計画長官、ジャマル・ハッサン・モハメドが、バハンを訪問。2018年1月8日、ソマリランド軍と、 プントランド軍がトゥカラクで戦闘を行った。ここ数年のソマリランド東部の戦いは、主に地元士族同士の戦闘だったが、これは、久しぶりのソマリランド軍と、プントランド軍の本体同士の戦いだった。これを契機に、ソマリランド軍と、プントランド軍との戦闘が、活発化し、ワルセンゲリ氏族の政治の中心都市は、昔のラスコレーハダフティモから、バハンへと変わった。 2018年8月、プントランド大統領が、バハン市議会を解散。2018年9月、プントランド大統領が、バハンで閣議を実施。2018年9月、プントランドの兵士がワルサンガリの長の一人である、ハッサンアリジブリールを、ハダフティモと、バハンの間の道路で殺害し、プントランド軍に逮捕された。ただしこの事件は、ハッサンアリジブリールが、 バハンの検問所を車で突破したため警察官がそれを阻止するために発砲したとも報じられている。この長の地位は息子のハッサンが継承。2019年8月、ソマリランド軍はワルサンガリ氏族出身の司令官に対しバハンを占領するよう指示したが、この司令官らは一族との対立を避けるためにプントランドに亡命した。以後、バハンは プントランドの影響が大きくなる。2019年5月にアリフセインが市長を辞任。2019年9月にはアフメド・マハメド・ティミルが市長となり、26歳の女性が副市長となった。この時点のバハン議会は評議員が28名であり、そのうちの9名が女性である。この選挙はプントランド内務省が主催した。2019年8月。 プントランドの内務長官がバハンを訪問。2020年10月、バハンのプントランド軍の一部がソマリランドに亡命。この中には2019年5月にソマリランドからプントランドに亡命した兵士もいた。2021年1月、バハンの地方政府がソマリランド選挙に向けた有権者登録に協力的だったとして、 プントランド政府は軍を派遣し、ソマリランド政府に関する、あらゆるものが除去された。なお、バハンの地方政府が、ソマリランド選挙に興味を持っているのは、ソマリランドの開発プロジェクトの誘致が狙いだと、言われている。2021年3月、ソマリランドトゥデイは、師団、ブホードレ、バハンが、プントランドの政権下にあり、バハンに、軍事基地が作られたと報じている。 ありがとうございます。